おはよう、アクモ。おはよう、タクモ。ミノルたちはまだ寝てるか？アオイさんたちはどうだろう？まだ寝てるのかな？どうだろうね。見てこようか？いや、いいよ。起きたら食堂に集まるんだし。昨日、修二さんやサキと合流してから、この校舎に戻ってこれたのはいいけど、まさか、あんなことを言われるなんて思わなかったな。修二さん、なんだろう、攻めてきたのかな？なんで早く助けに来てくれなかったんだみたいな。サキちゃんのテンションがまだいまいちわかんない。とりあえず今日はもう休もう。みんないろいろと疲れてるだろうし。そうだね。もう立っているのも限界だ。修二、大丈夫？そばに寄るな。ごめん。あれ？ねちょっと、まさか全員ここで寝るの？そうだけど、広いし平気だろ。綺麗なシーツもほらたくさんあるわ。そうじゃなくて、男子と女子一緒に寝るの？え？何言ってんだよ。そんなの気にすんなって。今はそれどころじゃないだろ。気にするに決まってんでしょ、バカなの。着替えとかお風呂とか他にもいろいろ女の子には見られたくないことがたくさんあるのよ。確かにそうよね。今までは私が場所を変えていましたけど。あ、葵ちゃんにだけそんなことさせてたわけ？最低。もっと気を使いなさいよ男子。まあそれはそうっすね。そうよそうよ、さっきの言う通りよ。あ、けど一人だしな。若干こら無意味に煽るんじゃない。若干一応なんかこうまた奇襲のリスクもあるしみたいなところはないとも言えないけど。いやでもいつまた敵に襲われるかわからないし、なるべく一緒にいた方が安全というか。だったら校舎の中どこにいても同じじゃない。そんなこと言って私たちの着替え覗くつもり？やらしい変態。正直疲れるなこれは。黙ってろって思っちゃうね。タクマ君？そんなわけないだろ。全然そんなつもりじゃないよ。一理あるが今まで女の子一人だったわけだし、二人になったんだから、まあ二人でね、だから男部屋女部屋作ろうって話にしたらいいじゃない。いいじゃない、中学生たち。アグモンたらそんなことも知らないの？変態っていうのは体の形が変わることよ。合ってますね。これはなんだっけな、蝶の羽化とかはあれは変態なんだよね確かね。虫の場合は幼虫からさなぎ、成虫に変態するのよねえ、クネモン。クネモンは変態なのか進化なのか問題が生まれてしまうな、これ。けね、脱線がすごい。なんだかそれって進化みたいだね。わからないことがあったら何でも聞いてちょうだい。なんかいろんなベクトルのアホがいて楽しいな。いや、この場合の変態はそういうことでは。まあいいか。とにかく男女で部屋を分けるべきよ、うん、それ自体はね、いいと思いますよ。言われるまで気にしていなかったけど、確かにこれはサキさんの言う通りね。一泊二泊とかだったらね、非常事態っぽい感じで大丈夫だろうけど、だんだんそのメンタル的なところもね、気を使っていかないと、長期化すればするほどそういうことになるでしょうし。まあ当然といえば当然ではあると思うね。
くだらねえ。どうせ俺たちはここから、ここから戻れないなら、戻れないからこそだよ、りょうくん。なんか飛んだ濡れ衣着せられた気がするけど、どうするたくま。いや男女一緒がいいねって言い張る流れはないやろ。ここはどうするもこうするもやっぱり一緒の方が良くないか。マジ、ちょっとそれ言う勇気ないな、このシチュエーションで。うん、先の言うことはもっともだ。今までは考えが足りなかったよ。さすがにちょっと下心あるっぽい感じになってきちゃうよね。そんな私もはっきりと言えばよかったし。ダメよ葵ちゃん、こういう時は男子に謝らせるものなんだから。極端なんだよな。さきちゃんは10年後に絶対におごりじゃないデートなんてありえないって言ってますね。これはもうさきさん、いい加減にしてちょうだい。あれだな、女版のあれ誰だっけ、もういつも名前、あ、そう、ミノル、ミノル、ミノルの名前が覚えられなくて。ミノルってちょっとこうキャラにしては若干真面目そうな名前してるからかな。葵さんとサキはハルとミユキと一緒に音楽室で寝てもらうっていうのはどうかな。うん、いや、どうですか、ハルくん。ハルくんはまだ銭湯の怨念に行ってもいいのか問題みたいな感じになるんだけど、大丈夫。女の子だし、ハルは見ての通りまだ小さいって言っても小3ぐらいですよ。これ嫌がる人は嫌がると思いますね。うん、まあそれならいいかな。え、私も大丈夫。まあけど一緒に、この二人は一緒じゃないとダメそうだもんな。寝る時はあの二人と一緒に音楽室にいてほしいんだけど、いいかな。え、僕たちはそんなの、はあ、はあ、分かった。なんかちょっとうんざりしてる。ちょっとなんか一瞬ぼーっとしてた。なんだっけ、寝るときはあの二人と一緒に音楽室にいてほしいんだけど、そんなの、あ、どういうことなんだろう。音楽室じゃなくてもいいよみたいなこと。いいよ。ああ、ありがとう。いろいろわからないことが多いよな、まだ。それじゃあ、本当にそろそろ寝ようか。まさか先に変態なんて言われるとは思わなかったな。違うけど、あんだけのことがあってあの騒ぎ方されたらまじめっちゃ疲れるよな。まあでも先も無理して元気に振る舞ってたのかもしれない。タクマめちゃくちゃいいやつ。みんなとはぐれて不安な中、教授と一緒に行動してて、あ、まあまあけど確かにな、そう言われるとそうな気もしてきちゃうな。その教授があんなことになっちゃったわけだし。そういえばみんなで集まるときは食堂って昨晩決めたんだった。そろそろ行こうかな。おはよう、たくま。おはよう、みのる。なんかサキとリョウがなんか仲良さげだったんだけど、ことが起こる前はあんまりなんかその二人の絡みがまだないですね。それどころじゃないか。リョウとシュウジさんもおはよう。ミノルもだけど、この二人は特に落ち込んでるな。いや、僕だって他人事みたいには言えない。目の前であんなものを見てしまったんだから。信じられない。唯一の大人である教授があの霧に飲まれて消えてしまった。僕たち子供だけになってしまったんだ。どうしたらいいんだろう。困ったな。みんな雰囲気暗いよね。うむ、
いつもふざけているミノルすら相当落ち込んでいるようだしな。もっとみんな楽しそうにすればいいのにな。アクロンは本当に癒しだな。ダメだよ、こういう時はちゃんと空気を読まないと。もうデジモンの性別問題みたいなのはないのかな。ロップモンってどっちかっていうと女の子っぽいんだけど。空気って透明なのにどうやって読むの？読めるの？煽ってんのか？それはそういうことじゃなくて、助けて。まあまあ、アグモンも悪気があるわけでもふざけてるわけでもない。君たちいつもこんな感じなの？こんな感じなんだよ。アグモンはまああんな感じだな。俺やクネモンもだいたいいつも通りだ。あれだな、ラブロモンも若干なんかこうずれてるところあるし、ロップモンは一番常識がありそうだけど一番気弱で一番苦労する感じになっちゃいましたね。これ寝る場所を変えたラブラモンというやつがこういう時アグモンをたしなめる役目だよ。そっか、僕たちの方はこんなにぎやかじゃなかったな。教授がみんなを引っ張ってくれて、フローラモンとサキが僕を励ましてくれて、修士がロップモンを疎ましがる。ふむ、お前のパートナーは昨日から見る限りあまり頼れる相手ではなさそうだな。言ってやるない。一番大きいのに。言ってやるない。大きいからといって立派とは限らんだろう。それにロップモンへの当たりも厳しいようだ。ダメだ、教授帰ってきてくれ。みんなすごいな。そんなことないよ。我々のパートナーはみんな未熟なものだからな。多少の至らなさは仕方ない。まあまあまあ、ちょっとファルコモンもズケズケ感あるけど、まあそうだね、ティーンエイジャーだからね。彼らが良き行いを遂げるよう見守り支えるのもまた俺たちの役目だ。このな、パートナーの流れがまだちょっとなんかこう、まあ得られてる情報だけで言えばやや強引というか。そうだ教授、見ていてください、僕がきっとみんなを。あー、これはなんかあれだ、修士さん落ち込むフラグがバリバリ立ってますね。たくまくんのリーダーシップにやられて、修士くん空回り事件が絶対起こるな、これ。 いつまでも落ち込んだり悲しんでいても仕方ないんだ。言ってることと態度が逆っすよ。修士さん、修士さんの気持ちも考えてやろう。僕たちより長く教授と一緒にいたんだし。 そうだね、その分ショックが大きいのも仕方ないさ。今はそっとしておこう。でもさ、修士さんにはリーダーシップ取ってもらわないと。年長者がリーダーである必要はないんだぜ。次の年長者は葵さんですよ。ああ、あとリョウナ。もうタクマでいいだろ。どう考えたってこのメンツじゃ修士さんに頑張ってもらわないとさ。でもここは僕がしっかりしないと。適材適所ですから。年長者が良きリーダーってことはないからさ。うん、いつまでも悲しんで落ち込んでいても仕方がない。まず状況を把握したい。この学校のことや食料や水に関しては昨日聞かせてもらったけど。そうだ、修士さんの方は一晩どう過ごしたんです？野宿だよ。ああ、そりゃ大変だ。なるほど、修士さんがここまでいっぱいいっぱいな感じなの。丸一日相当追い詰められてたって理由もあったんだな。確かにね。
野宿 した上にというかファングモンにねこう追跡されてみたいな、まあ疲弊するわな。では僕たちが今までどうしてたか順番に話しますね。そうして修司さんに僕らがこの校舎に来た経緯、アグモンたちとの出会い、校舎に救う大きな雲の化け物との戦いや、みゆきと春の兄弟のことなどを話したんだ。まあでも若干ハードモードだよな、修司さんたちの方が。うん、教授がいなければどうなっていたか。それにあんなおっかねえのにつけ狙われてずっと追っかけられるってねえ、その辛さは違いはありますよね。まあ、こっちもね毒蜘蛛にね遭遇してっていうのはありましたけど。なんなんだあれ、俺ら人間の子供を生贄にとかなんとか言ってたし。そこは教授からも聞いた、獣神や瞳悟空の伝承と合致しそうだけど。教授からもっといろいろ話を聞けてたら何かヒントになったかもしれないよな。すんません。ああ残念だけど仕方ない。しかし得体の知れない化け物はいるわ。その化け物を飲み込んじまう霧まで出るわ。そうだよな、あの狼みたいな化け物でさえ一瞬で飲み込まれてた。うん、あの霧に飲み込まれたらどうなんだよ。わからない。でもアグモンたちも絶対に近寄っちゃダメだって言ってたし、気をつけた方がいいのは確かだと思う。まあもともと近寄る気はそんなになかったですけどね、これでまあ明確に霧には近づけない、まあ脱出ルートがないみたいな感じになるのかな。まあそうだよな、地下世界とか見知らぬ未開の土地に本物そっくりの山とか校舎とかをコピーしてるとか、壮大なドッキリ、僕らみんな騙されてましたとか。ドッキリってなんだ？お笑いタレントとかアイドルとかをびっくりさせて楽しもうっていう面白いことね。いやただの厨房にこんな大掛かりなドッキリとかないな。うん、ごめん。ここが何らかの異世界ならそれで腑に落ちることもあるよ。山深い未踏の地ならともかく、普通に神社や学校に続く山道すらあるのに、どうして捜索隊も青年団も来ないのか、ヘリの一台も飛んでこないのか。完全に隔離された世界って感じがあるもんね。やめろよ。寮の叫び声に修司さんも黙ってしまった。確かに言わなくてもみんなうすうす分かってる。どうすればここから脱出できるか、まずはそのことを考えないと。まあけどね、うすうす気づいてることを明確にやっぱり認識してった方が、まあどうだろうな、寮とかはそれで余計崩れる感じもするしね。なあタクマ、このままじゃ拉致が開かなくね。修司さんはうなってばっかだし。ミノル君は本当に。ごめんね。ロップモンが謝らなくていいんだよ。チュッチュッ。ふむ、クネモンもこう言っていることだし、場所を変えてはどうだろうか。どう言ってるんだ。お腹も空いちゃったしね。それに女子の意見も聞いてみないとな。まあね。その通りだ。女子の意見も聞こう。まずは何か食べよう。まあやっぱ食べよう。うん、まずは何か食べよう。お腹が空いてると頭も働かないし。だな。そういや俺も腹減ったな。そろそろ女子のみんなも食堂に来る頃かな。それじゃあ朝食を取りつつ
みんなで話し合おう。そういえば起きてからまだ行ってなかった。ごめん、みんなは先に行ってて。あ、どうしたタクマ。音楽室？トイレだよ。あ、トイレか。食堂に行くから。普通にトイレだった。お、そっか。慌てんなよ。さて、これから話し合いか。もうやってるみたいだよ。なんか言い合いになってそう。修二さんが早口で何か叫んでるのが聞こえる。やっぱりすごい剣幕だ。何かあったのか。あ、だから僕は反対だ。子供だけでこんな危険な場所を探索なんて。でもさ、ここに留まっててもどうしようもないじゃん。せめて周囲の状況だけは探ろうって言ってんの。そうだ、状況把握は生き残るのに必須だからな。私も修二さんに賛成だわ。ここにいれば外よりは安全なんだし。やっぱ人が増えるとね、意見が割れ始めるよね。私も葵に賛成よ。危ないことはしない方がいいわ。君たちを危ない目に遭わせるわけにはいかない。僕は教授から託されているんだ。君たちを無事に、その当てとか方法とかわからなくても、それでもみんなで必ず元の場所に帰りたい。そう思う。必ず元の場所に帰りたい。しかし自ら状況を変えようとはしない。まあちょっと矛盾してる感じもあるような。ミノル突っ込んできそうだな。確かにね、先が見えないってことならここにいても外に出ても同じよね。だよね。だったら外に出て戻れる方法を探す方が建設的だと思わない？それも一理あるな。でもそのために犯すリスクと釣り合いが取れるかどうかだ。他に意見は？リョウは？あいつ昨日からずっとああなんだ。いよいよちょっと暗くなってきちゃったのかな。ちゃんに春は？わかんない、わかんない。そうか、しょうがない。じゃあ君たちは3人とも保留ってことで。あ、タクマ、いいところに来たな。そうだ、ちょうど2対2で意見が割れてたんだ。君の意見を聞きたい。多数決で出るって決まっちゃうとさ、修士さん的にはそもそも多数決で決めるべきなのかみたいな話し始めない？大丈夫？ああ、周囲を探って地形の把握をするか、ここに留まってしばらく慎重に様子を見るか。いいじゃん、タクマの思う通りにしなよ。決定権はタクマにあるんだぜ。いいのかそれで。そう言われても。悩むな。いやまあ個人的にはあたり探索一択なんだよな。様子見るっつってもな、やっぱ自利品すぎてな、いまいち。食料はありますけどね、とはいえよ、半年分の食料っつったって人数倍になったら3ヶ月分ってことでしょ。やっぱまあ探索なんじゃない？僕はここがどこなのかあたりを探索して調べたいかな。
だよな。でもそれでまた襲われたりしたらどうするつもりなの？また戦って倒せばいいじゃん。まあこういうちょっと慣れてきた自称中級者が一番痛い目見るんだけどね。ずいぶん自信があるみたいだけど、勝てる相手ばかりとは限らないんじゃないか。いや本当にそう、それはそう。いやそれは確かにそうだよね。だったら修二さんはどうするつもりなんだよ。ここに居続けて何か変わんのか？状況は変わるかもしれないだろう。化け物が消えたりあっさり帰れたりするかも。それはさすがに。そんな運頼みで帰れるんだったら自分たちで動いてもいいじゃんか。手がかりもなく危ないことはさせられない。怪我だけじゃ済まないかもしれないんだぞ。ねえねえ、これいつまで続くの？なんか飽きてきちゃった。答えがないからね。そう言うな。まあ確かに話が平行線をたどっているようではあるが、二人とも落ち着いて。このままじゃ結論は出ないよ。それぞれ一旦頭を冷やそうよね。そうだな。そうしようか。それじゃ二人だけじゃなくてみんなももう一度よく考えてみよう。それで改めて昼にもう一度集まるっていうのはどうかな。うん、まあいいんじゃない。そうね、そうしましょう。うん、それじゃあ朝ごはんを食べたら一回解散しよう。まあただ先延ばしにしただけで場が落ち着いた風だけど、まあ結局どうすんのみたいなところはねちょっとありますが、待って、フリーバトルで普通にファングモン出るんだけど、マジかよ。ちょっとこれは仲間にしたいですね。まあじゃあちょっと各所巡っていきましょうかというところで、一旦ここまでにしたいと思います。どうもありがとうございました。